グリーンベイということでですね、今日は試合3回戦ということで、現在賞金差が50万円の大会に出場していて、めちゃくちゃ今勢いに乗ってます。はい、お願いします。お願いします。レッツゴー。レッツゴー。はい、試合2回戦ではプロの選手、昨日よくよくちゃんと調べたら、全日本選手権にも出場していて、ランキングも70番最高いってるということで、はい、かなり強い選手に昨日はフルセットで勝つことができました。そうだね。はい、ただ正直自分のテニスはあまりこう満足いくプレーではなくて、もっともっといいプレー出せると思うんで、そこのポテンシャルっていうのを信じて今日も頑張っていきたいと思います。はい、で今日試合3回戦の対戦相手なんですけど、今日の対戦相手の選手は小村拓哉選手という選手になります。うん、はい。で小村拓哉選手もプロとして活動してるんですけど、で現在は試合にはたくさん出場していないということで、100番台の選手なんですけど、もともとはすごい本当に全日本選手権で出場しているすごい強い選手なので、今日はベスト4をかけて、ちなみにベスト8初の進出です。賞金差50万円。そっか。そう、昨日なんかね、自信に満ち溢れすぎて興奮しすぎて、なんか自分がやったこと忘れてたんだよなんか本当になんかそう、よくよく昨日なんか車で帰った時、俺そういえばベスト8かと思って、賞金これだと2万円もらえるわと思って、いろいろなんか嬉しいことを思い出したんですけど、はい、ただ全くこの結果で満足いくわけではないんで、やっぱ全然まだまだポテンシャルっていうのを発揮できてないんですよ。もっと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 いいプレーできるんで、でこのいいプレー出せれば絶対にもっと強い選手に勝てるんで、楽しみにしててほしいです。はい、はい、で今日の対戦相手の選手はインスタグラムとかでもすごいバズってる選手なんですよ。海外とかで今フォロワー 1.6 万人ぐらいいるんですかね。もっと増えてるかもしれないんですけど、なんかフェデラーにめっちゃ似てて、外国人の人からフェデラーめっちゃ似てんじゃんみたいな、フォームめっちゃ綺麗じゃんみたいな感じでめっちゃバズってるんですよ。なるほどね。はい、今日は和製フェデラーと対戦するということで、はい、コートが今日はやっぱちょっと有明のコート少し早くなってるんですね。コートが削れてきて、でちょっとバウンドも低くなってきてるんで、フラットの球が結構滑ってくるんですけど、そうですね、そこをしっかり対応していかないといけないなっていう、昨日もそこでちょっと苦戦してしまったんで、しっかりそこをちょっと今日はリズムを掴んでいこうかなっていうふうに思ってます。逆にイオリもさ、スライスとか様子見ながら使えたらいいんじゃん。そうですね、スライス昨日さ、スライス途中からちょっと使い始めたら、結構相手さ、そうそうそう、同じこと思った。そうそう、だからなんか自分のバックハンドが良くなってるから、バックハンド使いすぎて逆にワンテンポになって相手が攻めてこれるようになってきてるから、そこをちょっと戦略的に変えていかないといけないなっていう。はい、で小村選手、そうだね、そうですね、小村選手の対戦成績とかこう最近の戦績見てると、太田圭介選手っていうめちゃくちゃ強い選手いるんですけど、その選手で僕1回負けてるんですよ、伊豆高原で。その選手に今回の試合で 6-2、6-3 で勝ってるんで、かなり調子良さそうなんで、はい、すごいグレートマッチに今日はなると思います。はい、はい、いやでも今の本当に自分のポテンシャルとメンタルがあれば絶対に勝てるチャンスあるので、はい、今日は本気で自分のことをまた信じてぶち上げていきたいと思います。はい、頑張っていきましょう。頑張りましょう。やっぱりベスト8、初のベスト8ということで、すごい本当嬉しい気持ちもあるんですけど、全然こんなんじゃないんで、自分の可能性ポテンシャルっていうのは、だから正直全然満足できてないんですよ。だからベスト4絶対入んないといけない、今日の試合絶対勝たないといけないと思ってるんで、はい、死んでも勝ちに行きたいと思います。はい、だ今日もコートで死んでたら申し訳ないですその時は、はい、またどっかで会いましょう皆さん。はい、なんで今日ちょっとコートで死んでくるんで、本当に、はい、まあ、それぐらい全部出すんで、皆さん熱い応援お願いします。お願いします。ということで試合動画へどうぞ。
ことで、ナイスショー、ナイスショー。これ取るよ、これ取るよ、これ取るよ。Okay, no problem. It's okay.ここ。
Dude, amazing, amazing. Nice gear change. しっかり次、Let's go。 OK。おお、ナイスです。相手の体調不良ということで、はい、まあ、何とも言えない終わり方だったんですけど、うん、まずは、初の50万大会ベスト4進出ということで、まあ、素直に嬉しいです。はい、で対戦相手の選手本当に素晴らしい選手だったので、すごくリスペクトしているので、早いリカバリーを祈っています。そうですね、はい、ありがとう。健心応援ありがとうございます。おめでとう。でちょっとまた、後で振り返り取っていきたいと思います。ありがとうございました。はい、ということでですね、これから改めて試合の振り返りをしていきたいと思うんですけど、結果は 6-3 で相手に対応ということで、はい、初の賞金総額50万円ベスト4進出となりました。はい、ありがとう健心、マジありがとう。ずっとサポートしてくれてありがとうございます。これで、77点、獲得することができて、今までで一番高得点獲得となりました。うん、相手選手がやっぱ最初初対戦だったので、プレーを見たことはあったんですけど、あまりそのなんていうんだろうな、ずっと見てたわけでもなかったんで、その試合、うん、多分ちょろっとなんかこう見てただけだったんで、あまりこうデータとかではなかったんで、試合やっていく中でなんかでもちょっと動きが悪いなって思ってたんですよね、相手選手の、うん、けどこういう感じなのかなとも最初思ってて、あまりこう気にしすぎたら自分のプレーが悪くなっていくなと思って、あまり気にしないようにはしてたんですけど、やっぱりちょっと相手選手対処不良ということで、うん、まあ、ちょっと残念な結果にはなってしまったんですけど、それでも相手選手すごいアグレッシブに攻めてきて、すごいタフな相手だったので、まあ、しっかり勝ち切ることができてよかったなっていう。ただやっぱ途中で、あ、今日勝てるなって思ったんですね、うんうん、正直さっきいらんこと考えないようにしてたって言ったんですけど、すごいいらんことちょっと考えてて、あ、今日勝てるなって思ってて、あ、まあ、でもそれってすごいいいことで、自分を信じてる証拠なんで、自分の中でマイナスには考えてなかったんですけど、それのせいでやっぱりちょっとプレーが硬くなってしまった。だから途中やっぱすごい球が浅くなってしまって、本来の自分のプレーの 100% のプレーが出せずに、まあ、今日も本当 20%、30% っていうちょっとプレーの質はすごい悪かったんですけど、まあ、それでもしっかり勝ち切ったっていうのはやっぱり自分のディフェンス力だったりとかメンタルの向上だったりとか、まあ、そういうところがすごい良くなってきてるんで、こういう勝ちに繋がれたのかなっていうふうに思います。はい、ガルンゲイ。はい、って感じです。はい、はい、あれだ、ん、いやでも 4-3 のところでなんかギア 4-3 だっけ、いや 3-3 じゃない、 3-3 じゃない、 3-3 か。俺はめっちゃディフェンスしたところでしょ。
そう、すごい体が、そう、体が動いててギアチェンジっぽい感じになってたから、そこギア上げましたね、やっぱり、はい、そういうやっぱ駆け引きっていうところもすごい自分の中で良くなったので、すごいいいプレーに繋がったのかなっていう。うん、なんかその全部の全部のポイントを 100% で今やってないんで、あやっぱその大事なところで取らないといけないっていうゲームじゃないですかテニスって、うん、そのやっぱ石井コーチも言ってたけど、いくら最初のポイントでめっちゃいいポイントでバンバン取っても、最後の最後で 5-5 とかの 40-0 でデュースとかの時にそれが取れなかったら結局意味ないから、うん、まあ、そういう大事な時にどれだけギア上げて相手にプレッシャーかけれるかっていうのが大事だと思って、うん、めちゃくちゃ成長でしょそこは。そういう前なかったじゃん、駆け引きだからすごい考えてる、 あここでギア上げた方がいいなとか、ここでちょっとパンプアップした方がいいなとか、ここ逆にちょっと一回フラストレーション溜まってるからちょっと吐き出した方がいいなと か、うん、だからわざとたまにハーって怒ったりもする、はいはいはい、それもやっぱりメンタルを調整するための一つの技術だから、そういうところもすごい取り入れてますね。いいですね、はい、ただやっぱりまだまだこの結果、もちろん初のベスト4ということですごく嬉しい結果ですけど、自分のポテンシャルはまだまだこんなんじゃないと思ってますし、もっともっと俺ならできるっていう、自分のことを信じてるんで、うん、可能性を秘めてるんで、引き続き自分のこのポテンシャルを信じて頑張っていきたいと思います、はいはい、で次の対戦相手の選手が竹島俊郎プロ、うん、はい、この前仙台で、2616ぐらいですかね、はい、で負けた対戦相手の選手なんですけど、今多分50番以内には最高入ってると思う。あ、そうなんだ、はい、すごいタフな対戦相手にはなってくるんですけど、今の自分なら勝てるチャンスっていうのは全然勝率高いと思うんで、うん、明日に備えてちょっとこれから練習していきます。ちょっと、はい、ねテニスがね、まあでも今日はそのやっぱ勝てるって思ってたからチキったね。けどそれもやっぱいいことなのよ。めっちゃ足動くから、うん、ミスんないし、しかもめっちゃ集中してるからいいことなんだけど、次の対戦相手の選手に関してはやっぱ中入ってもっともっとアグレッシブにやってくるから、うん、今日の球の浅さだったら絶対に攻められる、うん、そこをもうちょっと深くして、別にそんなやることは変わんないのよ、うん、ディフェンスが主体なんだけど、もうちょっと出力上げて球深くして攻めれるとこ攻めていくっていう、そこをやっていけば絶対に吉田よりに勝利は降ってくると思う。はい、ちょっとそこをちょっと今日はこれから練習またしていきたいと思います。はい、はい、で今日も試合でこちらの、バイト様の EA を愛用させていただきました。温州みかん味です。はい、はい、すごく美味しくて飲みやすいフレーバーになっているので、すごい試合中だったり練習中だったり何かをやっている最中、スポーツやっている最中にすごいおすすめなので、うん、ぜひ興味がある方は概要欄からご購入よろしくお願いします。お願いします、はい、で僕をスポンサーしていただいているテレサン様、ギフタンメン様、浜松の品焼き眼科研究様、そしてバイタ様、いつもサポートありがとうございます。ありがとうございます。本当企業様のサポートのおかげでたくさん練習できてますし、たくさんハードワークできて、こういうレベルアップにすごいつながってると思うんで、すごく本当に企業様に感謝してます。はい、自分はやっぱ11歳ぐらいからテニス始めて、やっぱりこうあまりテニス始めるのも早くなかったので、最初はやっぱ全然勝てずに県大会止まり、全国大会とかも行ったことないですし、ただやっぱ全然強くなかった自分をやっぱ小学校6年生からずっと支えてくれてるのは謙信なんで、はい、そういう謙信のサポートのおかげで、一番そのおかげでやっぱりこの立ち位置に来れてると思ってるんで、本当にありがとう。おー、本当にありがとう。だからこういう何もなかった自分たちが上に行くっていうストーリーを皆さんにこれからも見せていくんで、そして自分の彼女のメイっていうのもすごい本当自分の中で大きな存在になっていて、うん、すごいメインのおかげでメンタル的にも成長できたし、大人に慣れてきてるし、まだまだ子供だけど、まだまだ未熟だけど、すごいメンタル的にも成長できてるから、メインのおかげでもあるので本当にありがとうございます。はい、はい、メイちゃん大きいですね。ケンシもだよ。いや、メイも大きいし、ケンシも、はい、はい、なのでまた3人で賞金4万円今獲得したんで、はい、ちょっと美味しいご飯食べに行ったっていう動画撮りましょう。けど俺優勝するから。ああ本当に。ああだから優勝したら賞金いくらだろう、10何万かな。あ、そうなんだ、うん、任してください。え、任してください。あ、任してください。では、はい、はい、で、僕のこの T シャツ応援グッズとして概要欄から絶賛販売中なんで、興味がある方は応援グッズとしてご購入よろしくお願いします。次回はまたライオンのスティールが見れると思うんで、次回の動画も楽しみにしてください。そしてチャンネル登録お願いします。ということで次回予告へどうぞ。Yes, yes, yes, yes.